する？リディア、何してるの？あっ！ユーネ姉様。うーん、そういうことだったの。弱点を克服するために修行だなんて、偉いね。私はただ、みんなが頑張ってる時に足手まといになりたくないって思って。よし、そういうことなら私も手伝うよ。ユーナ姉様も忙しいのに。リディアが弱点を克服したら嬉しいものね。手伝わせて。召喚士同士助け合わなきゃね。ユーナ姉様、ありがとう。で、その克服すべき相手がこの先にいるってわけね。少し前からこの先に強い炎の力を感じるの。ここのミラージュたちも近づかないほどの強力なものよ。確かに強い力を感じる。リディア、大丈夫なの？ええ、自分の中の恐怖に打ち勝つには一番強い炎に挑むのが一番だもの。分かったわ、行きましょう。リディア、誰か来たの？私はあなたと戦いに。リディア、待って。このミラージュからは特別な魂を感じる。あなた一体何者なの？何者って、私はイフリータちゃんだけど。イフリータ？そう、イフリータ族のプリティ担当、イフリータちゃんよ。私のこと知らずにここまで来たわけ？イフリート族ならば相手に不足はありません。私、炎を克服したいんです。どうか戦ってください。なに、あんた炎が怖いの？ウケる。そんなんで私の相手になるとは思えないけど、まあいいわ。あんた、いい魂持ってるじゃない。その魂、イフリータちゃんがもらってあげる。ユーナ姉様、来るわ。あれ、いつの間にか相手変わってない？あなたね、ネブラから逃げたイフリート族って。へえ、なになに、私を探してたの？私は必要。あんたらの魂、すごく変わってるけど、すごく美味しそう。まさか、人の魂を糧にしてるの？炎に燃えながら散っていく魂は、とびっきりの美味なのよ。頑張ったな。嘘、私が片白ごときに負けるなんて。すごい炎の力だったわ。それに魂を直接狙ってくるなんて。ええ、この世界の人たちにとってもすごく危険なミラージュに感じた。でも今倒すことができてよかった。リディアのおかげだね。そんなこと、ユーナ姉様がいなかったら私あんなすごいミラージュを倒したんだもの。自信を持って。さ、また危ないミラージュが現れる前に戻りましょう。
はい、そうですね。やっぱり炎の克服にはもう少し時間がかかりそうだね。ほら、一気に出口まで走るわよ。待って。